じゃあ、ゆうつわです。今回はですね、今、大人気のディズニーリゾートのパックツアーのご案内をいたします。こちらはですね、熊本空港発着、全日空を利用した、東京ディズニーランドホテルですね。ディズニーホテルの中でも、人気のあります、ディズニーランドホテルに、泊まる1泊2日のプランです。まず、熊本から羽田の航空券、そして羽田から、ディズニーリゾートまでのリムジンバスですね。帰りはアナのバスを使えるようになっておりますけれども、それからディズニーランドホテルの1泊です。これは食事はついておりません。それとワンデーパスポート、こちらが含まれているプランになります。お部屋2名1室タイプのもので算出しております。4月のですね、最も安いリーズナブルな日付をピックアップして記載しております。その他の日付もありますので、あと2泊3日とか3泊4日のプランもございますので、ぜひお問い合わせください。あとですね、1部屋につきですね、1個だけ宅配サービスがついておりますので、ぜひご利用ください。それからお子さん、ちっちゃいお子さんのいらっしゃる方は有料ですけれども、現地で、ベビーカーのレンタルができます。有料になります。事前予約が必要ですので、スタッフにお伝えください。今も大人気ですので、すぐお部屋がなくなります。4月の分載せておりますので、お早めのご検討よろしくお願いします。